はい、どうも、海です。本日も女子のハッピーでラッキーな2択をやっていこうと思います。はい、今回もね、いろんな可愛い子ちゃんの女の子たちをね、ハッピーでラッキーにしていきましょう。彼の両親と2択。彼の両親、挨拶に行くみたいな。今日は彼の両親に初めて会う日。洋服はどうしようかな。めちゃくちゃ緊張するやつですね、絶対に。露出な服、清楚な服。露出な服、これあれじゃん、なんか童貞を殺すセーターみたいな。これで行ってみたいんだけど、ちょっと行っていい？バッと。これで OK 出たらびっくりだよ。うちの息子から離れなさーい、追い出された。そりゃそうなるわな。お母さんなんかちゃっかり、でも胸なんか触ってないもんなのかな。ちゃっかり触ってるよ、ママ。ママ意外とスケベ。清楚な服ですね。あ、でもこの清楚な服かわいいね。これ普通にかわいい。はい、息子にはもったいないお嬢様だね。好印象ゲットだぜ。さっきぶん殴ってたけどね、お母様。服がちょっとね、変わった服だとね、お母様はぶん殴ってましたよ。服だけでね、ここまで印象が変わるってことは、もうやっぱね、身だしなみは大事ってことですね。ネクストゲーム。あ、手土産を渡さないと。ポテチ、マカロン。市販のポテチ、これをね、お母様に、なんだっけ、よく言う、あれ決まり文句なんだっけ、あ、つまらないものですがだ。ごめん、ちょっと真剣に思い出してた。つまらないものですがって渡すのかな、このポテチ。お不正解見たさで押しちゃってるもん。薄いわね、あなたにぴったりだわ。バカにされたショック。お母様も結構なんかいい突っ込み方というか反撃してますね。薄いわね、あなたにぴったりだ、薄塩だけにみたいな。お母さん結構頭冴えてる。マカロンおしゃれでね、可愛いね。ハイカラね、マダムな彼ママがにっこり。ハイカラね、マカロン、ハイカラね、なん、どういうこと。ちょっとごめん、よくわかんないけど、あ、まあとりあえずママはまあね、マカロンが好きっていうことね。マダムな彼ママにっこり、よかった。もう見てわかる、さっきのね、あの薄塩と全然違うポテチと。場も温まってきたし、ほら早くこれの報告しようよ。結婚、妊娠、え、どっちなんだい。結婚なんじゃないの、妊娠だったら。で、初めて会うんでしょ、そしたらできちゃった婚になっちゃうから、結婚のがまだいいんじゃない。彼女じゃないと生きていけない。両親の前で本気の彼氏、惚れ直したわ。うわー、なんかむずがゆいですね。すごい、でもなんかね、自分の親に彼女じゃないと生きていけないとか言える、すごいね、かっこいいね、それは。はい、堂々と言えるのが。結婚報告もできたし帰ろう。どっちの道使う、一般道、高速道路、どっち、どっちでもいいんじゃないの。高速道路でちゃちゃっと帰る、ちゃうわ、なん違うの。別れよ、大渋滞に巻き込まれ大喧嘩。別れちゃった。結婚報告したその数分後に別れるって、もう超いろいろやばいじゃん。お母さんたち、またなんかなんて報告するんだろう。やだね、そんな、こんなことで大渋滞に巻き込まれて大喧嘩、やだな。こういうのでもね、なんか喧嘩せずにのほほんとできる人とかいいね。一般道、はい、一般道だったらいいの。星がいっぱい、気持ちいいドライブとついでにラブ。ついでにラブとは何ですか。ついでにラブとはもうそういうことじゃないよね、まさか。ただ星を見ただけだよね。はい、それは良かったです、はい、お幸せに。高速道路だと別れちゃうけどね、あの二人。事務女子の二択、はい。よし、ジム行こう。何を着ていこうかな。白 T スポーツウェア、ウェア。スポーツウェアかな、ジム。こういう服ね、着れるの羨ましい。頑張るぞ。鍛え抜かれた私の肉体にみんな釘付け。ああ、後ろの男も釘付けになってますね。しかも谷間まで見せて、スタイルいいね。ジム私行ったことないんですけど、普通にこんなスタイルいい人いたら絶対に見ちゃうよね。普通に、すげえと思って見ちゃう。どれを使おうかな。ダンベル、エアロバイク。どっちなんだ。どっちも結構鍛えられそうだけど、足鍛えとく、足。
あー合ってた合ってた、よかった。ダンベルだとダメなんだね。気持ちいい、マイペースに頑張れるから好きなんだ。あーなるほどね。でもいいね。なんかうちもなんか実家にこういうなんかあったんだけど、まあね、数分で終わりますね。数分、うん、数分、10分も持たないぐらいでもうやめちゃってる。もうダメです、私もうとことん本当ね、ダメです、全然鍛えられない、もう自分に甘い。体温まってきた、次はトレーナーさんとこれをやろう。トレーナー、トレーナー、トレーナーかな。バーベルヨガ、バーベル、え、バーベル、バーベル重すぎ、重すぎ。まあそういうものなんだけど、ヨガ、ヨガしとこ、いったん、あ違うんだ。そんなことある、こんなこと予想できる、ぷーん死にたこれはもう死にたいって気持ちになるわな。しかもね、なんかイケメンな男性のトレーナーさんのね顔面に放屁するという、ちょっともうこれはもう相当もうここに通えなくなっちゃうわ、うん、これはちょっと恥ずかしい。ヨガそういうことが起こるのか皆さんもヨガするときはね、放屁にご注意ください。はい、そう、その調子いいですね。イケメントレーナーのおかげでモチベもアップ、もっと頑張るぞ。おーいいね、なんかいいシチュエーションじゃないこれ。絶対この後この二人進展するっしょ。汗もかいたしプールにでも入ろう。水着何持ってきた。競泳水着、ビキニこんなとこでビキニ着てみる、ちょっと着てみようか。はい、キャー涼しいと思ったらすっぽんぽん、とんなとんな、おめえらとんな変態か携帯持ち込むな、プールの中に落とす、もう落とす、ちょっと落としてやりたいね、プールの中にその携帯ちょっと突っ込んでやりたい。まあまあね、なんか簡単に取れそうなビキニだったもんね、紐だからだし結ぶ系。競泳水着ね、はい、競泳水着。君なら五輪も目指せる。マジそんなにめっちゃ才能ありまくりじゃん。私の泳ぎに惚れたコーチ、個人レッスンしてくれるってなんか進展しちゃったやっぱり本当に五輪目指せる、相当すごいんですね。巨乳だしね、めっちゃ巨乳な、結構とんがってますねおっぱいだいぶとんがってる。はい、つながりたくてライブ中、つながりたくてライブ中。おお、なんか絵柄が変わりましたね。好きな配信者に DM 送ってみた、どう送ればいいと思う。フィルター、チラ見せ。チラ見せは良くないっしょ、フィルターっしょ。チラ見せなの。可愛く撮れたと思ったのに。お前みたいな女の子から山ほど DM もらもらあと、もうあと一文字、たもら、あ一文字じゃないか、山ほどもらってるんだよみたいな感じなのかな。もう一行、もう一行ください。あーなるほどね、まあそうよね、たくさん可愛い子とかチヤホヤされてるよね、だからチラ、これはいいものなのか。やった、興味あるってさ。いやー、こんなのに興味ある男絶対やばいって。表では正義ぶってるけどチラ見せには弱いのかなこいつ。みんな有名配信者の裏の顔に興味しん、あと一文字これは多分あと一文字、あー惜しいところまで書いてるんですけど、うわーこれ嫌だな、こんな配信者嫌じゃない。もう少し見せてほしいって。もうエッチね、アイス下着、アイス下着、まあこの流れでいくと下着かな。はいはい、アイスってな、アイス食べてるところみたいな。あら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 、即返事来た。こういう下着に弱いのかな、ちょろいもうちょろい扱いされてるよファンにまあちょろいけど、うん、ね、こんなに喜ぶなんて。ヒロエじゃないやつ欲しいって。うん、どうしよう、学生証、ボイスメール。え、ボイス、学生証絶対ダメでしょ、ボイスメール。学生証ダメだよ絶対。ひどい、声が好みじゃないってこいつ何様、この配信者一体何様なんだろう。学生証危なすぎん、これ大丈夫かな。ちょっと恥ずかしいな、これでどう、即レス来た。こいつの本性ってただのロリコンか
どんどんちょっとセリフなんか毒舌になってきてないこの子。だんだん呆れてきてるのかな。まあ呆れるよね、こんなやつだったみたいな、ド変態野郎だったら。はい、え、もっともっと欲しいって、もう出血大サービス、トイレでお風呂。あー、いやー、ちょっとこれはモザイク案件来そうだな。お風呂で、お風呂でじゃないんかい。やば、失敗した。無理してエロい角度を探してたらスマホを水スマホ水の中に落としたのね。はいはい、これはね、これを機会にちょっと反省しましょうって感じなんだけど、まあ、トイレも水の中落としてんじゃない、トイレにボソンって。今夜煽ってきた、こういうのは好きなのね。ではこのまま隠しカメラで撮るからみんな待っててね。やばすぎませんかやばすぎませんか。え、トイレシーンを自分で撮ってですよ。やめなさい、今すぐその録画ボタン消しなさい。